元、キンプリ、平野仕様の消えたブログに込められた意味と、未来への新たな始め夫。キング、リンチェプリンス、元メンバーである平野仕様がジャニーズ事務所を退所した報道が一部スポーツ紙で話題となっています。彼のブログには、意味深な記述が存在したとされて批判的な声が上がっています。 一方で、ジャニーズタレントが海外進出する難しさも取り沙汰されており、平野仕様の退場はその結果として正解だったのかもしれません。今回の記事では、平野仕様のブログに込められた意味と、彼の未来に対する期待について考察してみます。平野仕様といえば、ジャニーズグループ、キング、リンチェプリンス。 メンバーとして数多くのファンに愛されその胆性なルックスと演技力で多くの人々の心を掴んできましたた。しかし、5月22日のジャニーズ事務所を退所したというニュースは、ファンにとっては衝撃的な出来事でした。その後、一部スポーツ紙が彼のブログを報道しましたが、内容の一部が削除されていたとの指摘があります。ジャニーさんごめんね、ねえ。 目標届かなかった。またどこかで会えたらいいね。またね、ティアラ、ファンの総称。と、感謝の気持ちをファンに向けて伝えたメッセージが紹介されましたが、元社長の小ジャニー北川氏への謝罪に関する和文が削除されていたとの指摘があります。一部ファンからは、この削除された和文に込められた意味が気になるという声が上がっています。 平野の仕様ができないと言われたら仕方ない。と綴った部分は彼の今後の進路に何かしらの示唆があったのかもしれません。彼自身、ジャニーズグループとしての活動を通じて夢を追い求める姿勢を見せ続けてきました。 その彼が目標を達成できなかったことに対して諦めることなくできないと言われたら仕方ないという言葉を選んだ背景には新たな挑戦を意味するメッセージが込められているのかもしれません。また彼の退場がジャニーズタレントの海外進出に対する難しさとも関連しています。ジャニー北川氏の性加害問題が取り沙汰される中、 海外では性的スキャンダルを起こした人物団体が表舞台に立つことが許されない状況にあります。この背景により、海外進出を目指すジャニーズタレントにとっては厳しい状況が生じていると言えるでしょう。平野紫耀も海外進出を望んでいたとされており、事務所との売り合いがうまくいかなかったことが退場の理由の一つとされています。 そのため、彼の退場は未来に向けての新たな一歩だったのかもしれません。一方で、平野志洋がジャニーズ事務所を退場したことで、彼の未来に対する期待も高まっています。彼の演技力やルックスに対する評価は高く、多くの作品で輝かしい活躍が期待されています。 ジャニーズグループを脱退したとはいえ、岸シユタのアーキストページが残されていることからも、平野仕様にとって新たな舞台が待ち受けていることが伺えます。これまで培ってきた経験と才能を活かし、様々な分野での活動が期待される平野仕様。 彼が今後どのような道を選び、どのような表現を見せてくれるのか、ファンや関係者だけでなく多くの人々が注目しています。平野仕様の退場により、彼の未来に対する期待と新たな一歩に対する関心が高まっています。彼がブログに込めたい未深な数踏みや、海外進出の難しさとの関連を考察することで、 彼の覚悟と新たな可能性を垣間見ることができるでしょう。今後、平野仕様の活動に注目が集まります。